ドラマの黒田和義です。今日はですね、レギュラーグリップとマッチドグリップはどっちがいいかという、やっぱりよく質問いただくので、それを、解説していきたいと思います。基本レギュラーグリップっていうのは、もともとこう小太鼓をですね、こうやって縦に持って叩いてる時に、こうやって叩いてなのを、まあ誰かがこういうふうにやりだして、見た目もかっこいいし、これいいんじゃないかっていうことで、まあ定着していったストロークだと思うんですね。で、このストロークっていうのは基本的にはこう親指でコントロールするんですね。で、ここの膝の上なんかに乗せて、ここは動かないようにして、こうやって親指だけで弾けるようにする。で、だんだんみんなこうなってきちゃうんで、こうやってちゃんとこう、これハウスグリップっていうんですけど、こうこことこれでこう家みたいに見えるでしょ。こんな形でこういう同じ角度でこう叩いていきます。で、こういうふうになっちゃうとハウスじゃなんかなくなっちゃうんで、こういうふうにして叩きます。で、親指でできたら、今度はこの人差し指とこの中指でこうやって練習したり、この指先で細かいニュアンスが出せるんですね。で、あとジャズの場合はこう詰まった音、レガートでこう、ブレーキなんかもそうですが、ここの角度はものすごくこういうふうに当てて、音をすごく詰まらせた音をいっぱい使うんですよ。で、詰まらせた音と詰まってない長い音を結構使い分けるんで、この時この結構使いやすいんですね。これがこっちだとこういうストロークになるんですよ。すごく不自然でしょ。でもこれ、ビル・スチュアートもアリ・ホーニヒもみんなこっちですね。ちゃんと全部こっちで。で、現代系のジャズだとどっちかというと音量を結構求められると、まあ他の動画でも説明したけど、この音の重さっていうのが結構求められてくる、現代的なやつに。まあエフェクター使って結構音量大きかったりするんで、そういう時音量大きいってことは、要は力を使えるかってことじゃないですか。もしこれが金槌だったとして、金槌をこうやって打つのはいいけど、こうやって金槌持ってこうやって手壊しそうでしょ。だからやっぱり手には負担がすごくある。だからハードヒットするにはあまり向いてない。ただ、名古屋のですね、原爆オナニーズっていうバンドのドラムのジョニーさんは、もうこれでものすごいハードヒットするんですよ。だから手がね、ここすごく腫れてるんですね。だけどやっぱりこう無理な、体に悪いところを思いっきりやってるっていうのはすごいやっぱ伝わるんですよね。だからその合理的だと伝わるかって、むしろ合理的だと逆に伝わらない、人の心を打たないことが多いんで、わざとそうやってやりたい人は全然こっちでやると、見た目もかっこいいし、やっぱりこういうこっちみたいにストレートにこう関節が行くんじゃなくて、一回こう横に動いてるっていう動きが加わったハードヒットって、やっぱそういう音がするんで、それをやっぱり表現したいんであれば、ぜひこっちを使っていただきたいと思います。ただ現代的なジャズの場合は、ほぼほぼ今若手はみんなこっち持ちで、で短い音はやっぱちゃんとこうやってこういうふうにしてちゃんと使い分けてますね。その辺をちょっといろいろ見てみたい。もうビル・スチュアートなんかはもう見ると、もうまさにこの動かし方をしてますんで、もうこのまま YouTube でビル・スチュアートって検索してもらって、見てもらうとすごいわかると思います。なんでおすすめはやっぱりマッチドグリップですね。まあ1年2年で習得すると言われてます。やっぱこっちは7、8年かかるっていうのは、本当まさに7、8年かかったと思います。あ、結構使えるなと思ったのは。だから僕はどっちもやっぱり今でも練習して、まあルーディメントなんか練習するときはこっちで練習して、で、まあ組み合わせなんかやるときは結構こっちで持ってたりとかしますね。以上でした。